グレールは日本の競争馬。主な勝倉は2017年の京都二歳ステークス。馬名の意味は聖杯。半兄にダービー協チャレンジトロフィーを制したロジチャリス。半羽に新潟ジャンプステークス制したのグッドスカイがいる。2015年3月7日、北海道阿比良町のノーザンファームにて生産。翌2016年のセレクトセール一歳馬市場に上場され、 金山ホールディングスによって5600万円で落札された。立党野中賢治9社に入級し、10月22日の新馬戦でデビュー。台風21号による大雨で極端に時計のかかる不良馬場でのレースとなったが、2着ストーミーバローズを首させり落として新馬勝ちを飾った。勝ち時計は2分12秒9だった。二戦目は京都二歳ステークスでは、 単勝1.8倍の圧倒的一番人気に押されるも直線で伸びをかき7着に敗れた。デビューからの参戦で手綱を取った竹豊か,から岩田光生に乗り換わったさつき賞ではスタートで出遅れ後方からメンバー中上がり3ハロンが最速体である34秒8の足で追い込むも6着に終わる。東京優秀では良いところがなく14着に沈み、 レース後に薄利骨折が判明して3ヶ月以上の休養を要すると診断された。故障は早々と全開し、トライアル競争であるセントライト記念で3着をステップに菊花賞へ挑んだ。いつも通り後方からレースを進めるが、超スローペースがあだとなって10着に終わった。続いて、中日新聞杯でコバとの初顔合わせとなったが13着に沈んだ。 その後、半年近く休養となって4歳となり、7月21日の福島テレビオープンで復帰。2000目のオールカマーで3着となった後、右前急接骨骨折が判明。手術が施されて休養となり、2020年2月の復帰を目標に調整が続けられた。しかし11月14日、平氏を理由に JRA の競争場登録を抹消した。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。